こちらは現在の上越市です。昨日、強風に見舞われた上越市。今日は風が収まっています。県内は今日、高気圧に覆われるため、昼過ぎから次第に晴れる予報です。日中の予想最高気温は、長岡市で11度、11度などとなっています。新潟地方気象台は、融雪による土砂災害やなだれに注意を呼びかけています。